行きな。エルフィー。ん？おはよう、お寝坊のアルカス。また魚に餌やってたのか。そうよ、だってみんな私のお友達だもん。よくそんなに早起きして。うわパルピナが顔洗ってあげたのよ。こら。アルカス、競争しよう。よし、今日は負けないぞ。アルカス、いい？いいぞ。よーい、スタート。誘導。オーケー。こら、牧場で遊んじゃいかん。ごめんなさい。どうしたのかしら。やっと着いたぜ。お先に。
ルカスって、あサメだわ。アルカス、行っちゃダメ。サメよ。またまた。本当よ。うわあ、エルフィー大丈夫か。エルフィー、いつまで遊んどるんじゃ。お前先に行けよ。マルカスからどうぞ。早く入りなさい。はい。ネレウス、サメが出たんだ。本当よ、こんな大きなサメ。そんなんじゃ口の大きさだよ。エルフィもっと大きかったよ。うん。サメが出たんじゃと。どこで見たんじゃ。牧場。なんじゃ、また海洋牧場へ行ったのか。あそこは遊び場ではないんじゃぞ。ほら叱られた。でもサメがね。わかったわかった。さあ早いとこ食事をして勉強を済ませるんじゃ。あ、そうだ、今日は町へ行く日なんだ。いただきます。サメが出おったか。あ、そうだネレウス、さっきサメに襲われた時さ、エルフィーの髪の色が緑色に変わったんだよ。それにさ、ライフマスクが外れたのにエルフィーのやつ。アルカス、食事中は静かにするんじゃ。魚みたいに口開けて。アルカス、きっと光の加減じゃろう。さ、二人ともグズグズしてると置いていくぞ。Thank you.
わかんない。うわあ。やっと終わった。こいつが最後の問題だからさ。オッケー。ネレウスを呼んでくる。ネレウス、終わった。あれ？女性かな？どこ行ったのかしら。わあ、かわいい箱。あ、私と同じネックレスだ。エルヒ。あの勉強が終わったから呼びに来たの。そうか。さ、先に行ってなさい。わしもすぐに行くから。うまい。エルフィーも食べればいいのに。私そんなに食いしん坊じゃないもの。その後海洋汚染の方はどうだね。南の海が特にひどい。海洋牧場の増設とはいうものの、もう少し規模を縮小せねばならん。このところネプチューンの民は贅沢になりすぎよる。我々がこうして食べる分なら今のままで十分賄えるというのに。じゃあビアスさん、どうして増設なんかするのさ。商売じゃよ、アルカス。ポセイドナスやオリンポスといったよその国への輸出をもっと増やそうというんだ。あら、どうしたんじゃエルフィー。あの蝶々王。おお、怪我をしてるようだな。私行ってくる。エルフィー。食事中だって言うのに。優しい子なんだよ。毎朝人工なぎさの小魚たちに餌やってるんだよ。まったくエルフィーは海さえあればいいみたいだよ。全ての人間がエルフィーのように海を愛することができれば汚染など起こらんだろう。それにしても海の申し子か。まるで人魚のようだな。エルフィーが人魚であってたまるか。エルフィ、そろそろ帰ろうぜ。ネレウスが話してたわ。昔この岬で陸を思う人たちが嘆き悲しんでいたんだって。腹減ったよ。私のふるさとってどこかしら。ネプチューンのどこかだよ。な、帰ろう。違うような気がするな。そんなことないさ。俺とエルフィーはこのネプチューンでネレウスに拾われたんだぞ。さあ行こう。ネレウスもハラハラして待ってるぞ、きっと。まあ、そんなアルカシと違うわよ。さあ、家まで競争だぞ。よーい、スタート。あ、アルカシずるい。待って。これが最新の世界地図です。赤い部分が新たに出現した陸地部分です。おお、だいぶ水が引いてきましたな。かの大洪水で大陸が海に没してから4世紀、
今やっと水が引き始めている。計算ではあと3年で全大陸の 20% が使用可能となる。そこで現在行っている新海洋牧場の建設プランを拡大しようと思いまして、皆様にお集まり願ったというわけです。貿易を拡大して金儲けか。私は私が代表者でいる間にできうる限り国力をつけておきたいと願うのです。なぜなら大陸への移住はソロン殿の任期中に始まるでしょうからな。これはありがたいお言葉ですが、カリスマ殿、移住に際して他国を圧するほどの圧力が必要でしょうか。生地大きな力を持てば他国をいたずらに圧したりはしないでしょうか。ソロン殿、陸の広さには限りがあることをお忘れか。このネプチューンの同胞が最も住みいいところで生活するためには国力が必要なのではないかな。そして戦争家カリスマ殿、あなたは帝国を築きたいのか、進んで争いの種をまくつもりなのか。しかし現在民衆はより良い暮らしを求めている。たとえ大陸に移住しないとしても、もう私の維持を司る島ですら手一杯です。海洋牧場を増築すれば財政も豊かになり、イルカの訓練センターも増設できる。食料を司る私としても同意見です。民衆の舌は肥えてきた。今ではイワシ料理に見向きもしない。高級魚のブリやカツオを増産するにはもっと広さが必要です。誰がそうさせたのだ。人気を売るために民衆に贅沢の味を覚えさせた。カリスマ殿、あなたではないか。たとえそうであっても、全てが民衆の希望ではないですかな。カリスマ殿、他の方々も聞いていただきたい。今海洋牧場建設ということで南の海底が荒らされておるが、そのために海洋汚染が起こっていることにお気づきか。先日牧場にサメが現れたと聞くが、それとても汚染の影響じゃろう。皆さん、今から400年前に何故大陸が海に没したかをお忘れか。400年前、人々は一見平和に暮らしておった。だが人間の限りない欲望がその平和を蝕んでいった。山から緑を奪い、木々の緑が生み出す酸素の代わりに黒く濁った煙を生んだ。自然に逆らって手を加え、進歩と繁栄を合言葉に人間が手に入れたのは異常気象じゃった。我々は神ではない。自然に逆らおうとすればラグナレクが訪れるのじゃ。海を汚してはならない。たとえどんなことがあろうとも海を汚してはならないのじゃ。ネレウス殿、確かに海を汚すことはよくない。だが我々が生きていくためにはある程度仕方がないのではないかな。同感です。私も同感です。賛成4、反対3ですな。なんだ、どうしたんだ。強力な超音波がソナーエリアを通過中です。超音波。どうしたんだ、パルピナ。アルカス、今何か聞こえなかった。え、俺には何も聞こえなかったぜ。誰かがパルピナを呼んだような気がしたんだけど。
パルピナおい、みんなどうしちまったんだよ。頼むから言うことを聞いてくれよ。壊れてんじゃないのかそれ。いや、ちゃんと作動してる。イルカのストライキだな、きっと。まさか。何？イルカがおかしくなった？はい。命令発信機の故障ではないのか？いえ、何者かの工作かと。何？これは面白い。リベル、どうやらわしにも運が向いてきたようだ。行こう。アルカスは左から回って、私は右から行く。オッケー。ねえ、仕方ない。一頭ずつ眠らせてから囲いに入れるんだ。了解。概要のどこからか、何者かがイルカたちを惑わす超音波を発していることが分かった。さらにイルカセンターで不審な男が係員の作業を妨害しようとしたという報告が入っている。これはポセイドナスかオリンプスからの侵略行為と思われます。侵略？一体何のために？大陸への移住が近いからでしょう。我がネプチューンの経済力に不安を持っているからです。言わんこっちゃない。とうとう戦争の種をまいてしまったわけか。ふん。確かにポセイドナスかオリンポスがその超音波を出しているのですか？発信源は突き止められなかった。だが他に誰がこのようなことをする？工事に異を唱えるネレウス殿たちかな。わしが調べてこよう。もしかしたらこれはラグナレクの警告かもしれん。またラグナレクですか。そんなものは伝説に過ぎません。とにかく戦争などという愚かな行為に走ってはならない。しかし放っておいては危険です。そう、ネレウス殿、48時間だけ待ちましょう。それで結論が得られない時にはこちらから先手を打たねばなりませんな。仕方ないでしょう。ネプチューンのためですからね。侵略を許すわけにはいきません。どうやら意見の一致を見たようですな。それでは。
ってきたぞ。頼むよネレウス、俺も連れてってよ。どこ行くの？これから南の海へ調査に行くんだってさ。調査？危険が伴うかもしれんのじゃ。調査、何かわかるかもしれない。頼むよネレウス、きっと役に立つからさ。ネレウス、私も連れてって。お願い。ねえ、お願いネレウス。辛い旅になるかもしれんぞ。平気、私どうしても行きたいの。わかった、支度をしなさい。やった。ネレウス、どこ行くの？海はあっちだよ。いいからついてきなさい。エレベーター？これは海の神に仕えるネレウス家に代々伝わる秘宝、ノアへの通路じゃよ。へえ。本当に愛する者たちの手によって作り出されたものじゃ。さあ行くぞ。ケーキが一つもないや。どうやって動かすの？祈るんじゃ。いやー、生きてるみたいだこいつ。この船は乗る者の意思を機械が読み取って自動的に動くのじゃ。母なる海を守ること、それがネレウス家の仕事じゃ。そして海の怒りを鎮めなければならん、ラグナレクが来る前にな。ラグナレクって400年前の洪水を起こした？そうじゃ。人類が高慢にも自ら神と思い込み自然に逆らう時、人類に対して警告の意味でラグナレクが起きるのじゃ。今またそのラグナレクが起きようとしているのじゃ。大丈夫だよエルフィ、このアルカス様がついてら。まあそうだアルカス、生き残るために必要なのは愛じゃ。人間にも自然にも分け隔てなく注ぎ込む愛じゃ。下を見てごらん。なんだいこれ。気味が悪いわ。かつての島の跡じゃ。これはみんな陸の上に枝を張っていたんじゃよ。マリンスノーじゃ。マリンスノー？たくさんのプランクトンたちの死骸じゃよ。海の底に落ちて深海に住むたくさんの生物たちの餌になるんじゃ。深海用牧場の工事現場か。海が
死にかけてる。なんてひどい。すぐにこんな工事をやめさせなきゃ海が死んでしまう。なんだ？糸巻きエイジャ。二人ともしっかり捕まってるんじゃ。うわー、また来る。どうしようっていうんだ。仲間と間違えて遊んどるんじゃ。海流に乗ってしまったようじゃ。止まった。すげえところだな。何これ。海藻じゃ。船の墓場だ。早くおさらばしよう、こんなところ。うん。どうしたの、ネレウス。海藻に絡まれてしまったらしい。よし、俺行ってくる。海藻をナイフで切ればいいんだろ。そうじゃ。だが気をつけるんじゃぞ。分かってるよ。私も手伝うわ。一人で大丈夫だよ。一人で大丈夫かしら。アルカスはお前にいいところを見せたいんじゃよ。そうかしら。ピーいやー、大変だなこりゃ。あら、よっと。どうした、エルフィ。アルカスが危ない。エルフィ、アルカス、後ろ。うわあ、アルカス、大丈夫？大丈夫だ。ちょっとびっくりしただけだ。おい、また来るぞ。エルフィ、俺の後ろにいるんだ。二人を助けるまで少し眠ってるんだ。アルカス、エルフィー。こりゃいかん。え、エルフィ。大丈夫か？うん、大丈夫よ。よかった、本当によかった。アルカスは無事じゃ。船の中でイライラしておる。さあ戻ろう。こんなところまで、こんなところまで荒らしているなんて。ひでえことするな。発信源が近くなってきたようじゃ。
よ。エルフィ、どうしたんだ。頭が痛い。大丈夫か、エルフィ。あ、なんだありゃ。ムー大陸じゃ。なに。昔ラグラレクによって海に没したと言われるムー大陸の遺跡じゃ。行っちゃいけない、これ以上行っちゃいけない。何言ってんだよ。発信源はあのヘンテコな遺跡の中なんだぞ。行っちゃいけない。エルフィ、エルフィ、どうしたんだよエルフィ。帰るんじゃ。やはり海は我々だけのものではなかった。警告ですと？ポセイドナスでもオリンポスでもない海の民が警告を発しておるのじゃ。すぐに愚かな海洋破壊を中止せねば大変な災いがもたらされるであろう。ネレウス殿、あなたは本当に調査に行かれたんですか？工事を中止するのじゃ。わかりましたな、カリスマ殿。もう我慢できん。あのネレウスを逮捕しろ。罪状は何でも構わん。ほう、工事もすぐに再開しろ。かしこまりました。このチャンスを逃してたまるか。どうかな。ずっと眠ったままなんだ。わしが代わろう。食事をしてきなさい。気がついたか、エルフィ。ネレウス。どうした、エルフィ。エルフィ。ネレウス、私はどこでネレウスに拾われたの。私、水の中でライフマスクなしでも呼吸できたのよ。髪の毛の色もグリーンに変わったの。ねえ、教えてネレウス。私は何なの。人間じゃないの。エルフィ。お願い、ネレウス。わかった。それじゃあ話そう。しかしエルフィ、これだけは約束するんじゃ。これからどんな話を聞いたとしても、お前はわしの大切な孫でアルカスの大切な妹だということを決して忘れんでほしい。今から10年前のことじゃった。その時わしは誤って海に落ちた親子じゃろうと思った。その女性はすでに死んでいた。工事現場かどこかで事故に遭ったみたいじゃ。その女性を埋葬し遺品を残しておくことにした。そしてわしはエルフィーを海からの贈り物と思うことにしたんじゃ。じゃがある時事故に遭い、海の中で呼吸するお前の姿を見たのじゃ。しかしわしはその真実から目を背けようとした。そして早く忘れようと努力したんじゃ。
人魚伝説というものがあるじゃろう。他にも竜宮城へ行ったという伝説や民話もある。それら全てがあのムー大陸で生き残った海の民たちであることは明らかなのじゃ。今度の調査でやっと確信が持てたんじゃ。エルフィ、気分はどう？ん？あ、エルフィ、ネレウス、エルフィどうしまったんだよ、ネレウス、エルフィ、どこ行くんだエルフィ。来ないで。エルフィ、どうしたんだよ。私人間じゃないのよ。こんなもの必要ないのよ。分かったでしょ。私は水の中でも呼吸できるの。人間じゃなかったのよ。エルフィ、エルフィ、エルフィ。ネレウスを離せ。ああ、乱暴はよさんか。ネレウス。おお、エルフィー戻ってきてくれたか。ネレウス、なぜ。こいつら変な言いがかりでネレウスを逮捕するって言いやがるんだ。うるさい。カリスマ様の命令だ。ポセイドナスの手先となってイルカたちを操っていたんだ。そんなの嘘っぱちだ。アルカス、やめなさい。これは何かの間違いじゃ。自治区に行けば誤解も解けるじゃろう。さあ来い。ネレウス。エルフィー、わしとの約束を忘れんでくれ。どんなことがあってもお前はわしの大切な孫じゃ。ネレウス。アルカス、エルフィーを頼んだぞ。うん。大丈夫だよ、エルフィ。大丈夫だよ。また超音波か。イルカどもを捕らえるんだ。逆らうやつは殺してもカモン。
っぱりあなたもここにいたのね。我が偉大なるネプチューンの同胞諸君、今朝暴動を起こしたイルカたちを逃がした者がいたことはもう知っているだろう。その場において警備の同胞たちに攻撃を仕掛け損害を与えた者たちがあったことも知っていると思う。しかしその一味を勇敢なる我が同胞が逮捕したのである。そこでこれより裁判を開くことにする。か弱い娘に何ということを。もういい。ひどすぎる。やりすぎじゃ。エルフィ、同胞諸君、騙されてはならない。この一見おとなしそうな少女はエルフィという名で我がネプチューンの試験人ネレウスの孫娘と偽り、ネレウスを操って我々の海洋牧場建設を妨害した。まさか。さらにイルカたちに特殊な超音波を送り暴動を起こさせたのである。なぜそのようなことができるのか。それはこやつが人間ではないからである。一体何をしようというんだ。ひどい。あんまりだわ。やりすぎだよ。
死んでしまうぞ。やめて。同胞諸君、よーく見るがよい。こやつが人間でない証拠を。奴らは水中でも呼吸ができるのだ。そして奴らは隣国ポセイドナスの手先となって、この偉大なるネプチューンに侵略の手を伸ばしてきたのだ。同胞諸君、戦うしかないのだ。そうだ、戦うのだ。化け物を殺せ。そうだ、戦うんだ。化け物を殺せ。私は普通の人間ではありません。黙れ黙れ。聞いてください。誰も侵略なんかしていないんです。誤解です。ポセイドナスなんか知りません。でもイルカたちが暴れ出したのは海を荒らしたからなんです。海はみんなの命です。皆さん、もう一度よく考えてみてください。海が私たちに与えてくれたものを。海は全ての命なんです。戦闘なんてやめて。海を守ればいいんです。海を守れば。何を言っても無駄だ。貴様らの侵略は明らかだ。我々人間を滅ぼそうとする悪魔め。この偉大なるネプチューンは決して屈したりはしないぞ。そうだ、殺せ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 。ハルカス、耐えるんだ。今出て行ったところでどうにもならん。エルフィー、大丈夫か。しっかりするんだ、エルフィー。ネレウス、おお、かわいそうに、エルフィー。これはビアス様にソロン様。何かご用でしょうか。いや、少しの間君たち二人に休んでいてもらおうと思ってな。はあ、おわっ、あっ、おわ。さあ、牢のロックは私が外しておく。二人とも急いで。よし、頼んだぞ。さあ、歩かず行こう。はい。これはビアス様、何か。君一人で警備しとるのかね。はい、そうであります。そうか。さあ、ビアス様やるね。まだまだ若い者には負けんよ。ネレウス、エルフィー、アルカス、さあ早く急いで。わけにはいかんな。ネレウス、アルカス、エルフィーを頼んだぞ。エルフィー、早く。ネレウス、どこへ行こう。どこでもいいから、遠いところ。よし。
大丈夫か？大丈夫よ。ここはどこ？ネプチューンのずっと東だよ。ありがとう、アルカス。いや、気持ちいいところだな。それ。あらよっと、それ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 と、それ。アルカス、本当にありがとう。ここなら安全みたいだし、早くネプチューンに戻った方がいいわ。何言ってんだ。寂しがり屋のエルフィーを一人にしちゃおけないよ。でもアルカス、私人間じゃないって言いたいんだろ。どう見たって人間だよ。手だって足だって俺と同じだし、話もできるんだ。それで水の中でも呼吸ができるってだけのことだろ。普通の人間より少しばかり便利にできてるだけじゃないか。ありがとう、アルカス。でも私、アルカスの妹でもないのよ。妹じゃなくてよかった、そう思ってる。いいじゃないか、そんなこと。それよりここはすげえところじゃないか。本物の土があるんだぜ。それにこれぐらいの広さなら二人で十分住めると思うんだ。どうしたんだエルフィー。俺何か気に障るようなこと言ったか？ここは本当に素晴らしいところだわ。だったら一緒に。ダメよ。どうして？私行かなきゃいけない。どこへ？私の生まれたところ、私の故郷、あのムー大陸の遺跡なの。私行ってみんなを逃がさないと。カリスマは今日にも攻撃を開始するわ。エルフィー、俺も一緒に行くよ。アルカス、俺これからネプチューンに戻ってあのノアを持ってくるよ。あいつなら何があっても平気だろ。なあエルフィー、俺すぐ取ってくるからここで待っててくれよ。わかった。絶対動いちゃダメだぞ。すぐ戻ってくるからな。さようならアルカス。もう一度会えたらこの島で。アルカス。私、エルフィーと言います。何を言っているのか私には分からん。どうして？私にはあなたの言うことが分かるのに。怪しい奴だ、捕まえておけ。さあ行くぞ、ネプチューンを攻撃するのだ。
れたわ。あの時の音を出すんじゃない、心で喋るんだ。心で、そうだ、できるじゃないか。聞こえるの？私の声通じてるのね。戦争しちゃいけないわ。この試合はやめて、逃げるのよ。逃げるわけにはいかん。奴らは海を荒らし、我々のこの世界をも破壊しようとしている。でも話し合えば。無駄だ。彼らは心で話ができない。人間たちが攻めてきたぞ。よし、みんな行くぞ。我々の海を守るんだ。これより攻撃を開始する。いいか、徹底的に粉砕するんだ。一人も生かしておくな。やめて、この試合はやめて。戦う必要なんてないのよ。誰も侵略なんかしていないわ。陸の人たちも話し合えば分かり合えるのよ。黙れ黙れ。そんな小娘の言葉に惑わされるな。攻撃開始。早く撃て。なぜ私を助けようとした？話し合うのよ。言葉が通じないのなら時間をかけて理解し合えば。お願い、殺し会わないで。
何ということをしてしまったんだ。我々は海を守ろうとしただけなんだ。別に君たちを殺そうなんて思ってない。おお、聞こえる水星人の声が。本当に侵略なんてなかったんだよ。そうだ、海を守るんだ。そうすればイルカたちは元のように君たちの友達として戻っていくだろう。許してくれ、許してくれ。